大工仕事の中でも彫り物の仕事は今日では専門の職人さんが扱う独特の世界です。彫刻の実と彫刻刀はおよそ10種類80本以上の道具を使い分けます。これは三角たたきのみと呼ばれるのみです。これは丸のみ、曲面を彫り込むためののみです。曲がり平丸のみは、へこんだ部分をすくい取るようにして使います。これは彫刻刀の一種で、曲がり切り出しと呼ばれるものです。彫刻刀はこのように、片手で柄を握り、必ずもう一方の手の親指か人差し指を添えて使います。こうして建築彫り物が完成するのです。